はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もねアクアレノリウムが始まりました。今回の動画はですね、ポリプテルスザイールグリーンですね、この子が主役の動画になります。ちょっとね、結構この子をね主役にするの結構久しぶりなのかなという記憶なんですけど、多分ねポリプテルスシリーズでね、一匹一匹ポリプテルスをね紹介するシリーズみたいのがあったんですね、ちょっと前に。それがね結構もう2年前ぐらいだと思うんですけど、それをやってる時にこのポリプテルスザイールグリーンもね紹介したんですけど、今回ねそれぶりかな、多分紹介するの。結構ね好きな魚なので、ちょっと動画の方で喋っていきたいと思います。動画始まりましたけれども、どうですかポリプテルスザイールグリーン。結構ちょっと泳ぎ方がちょっとよたってる感じなんですけど、これはなぜかといえば、この子はものすごい古株で、もう結構ね10歳ぐらいなんじゃないかな。2013年ぐらいにすごいちっちゃいね、まだ細くて何センチぐらいだろう、6センチぐらいの本当にちっちゃい個体を買ったんですよ。で、ワイルドモンなんですね。ワイルドモンって野生個体ね。ブリードじゃなくて野生個体を買いました。まあ、このザイルグリーンっていうのはね、基本的にブリードはあんまりいなくて、ワイルドもので売ってることがほとんどなんですけど、まあ、買った時はね、結構、あんまりね、あんまり気にしないっていうか、ザイルグリーン、ポリプテリスを買い始めた時だったので、結構上学系から始めてったので、まあ本当にね、セネガルスとか一般的なやつから始めてって、あまり大きくならないやつをね、買いたいと思ってたので、それでまあザイルグリーンっていうのがなかなか、30センチ弱にしかならないね、大きさならないんですよ。小型種でね。ということで、まあこれ選んで買ったんですけどね、たまたま。結構買ってから、すごくいい魚だよってね、アクアリウムやってる方とか、知り合いの方とかね、あと熱帯魚屋さんのね、店主とかの方とかと話してもね、ザイルグリーンに関してはすごい、ポリプテルスの中でも性格もいいし、よく泳ぐしね、すごく性質がいい魚なんだよ、なんつって話もしたぐらいね、結構ね、すごい人気らしいんですよね。影の人気者というか、どっちかって言ったらね、そんなに有名じゃないと思うんですけど、で、その名前の通りね、ザイールっていう、アフリカにザイールっていう国があるんですよ。で、グリーンっぽい個体、色してるので、ちょっとね、この動画だと分かりづらいんですけど、ちょっと、なんだろう、緑がかった、軽く緑がかってる感じなんですよね。それでザイールグリーンっていう名前がついてるらしいんですけどね。で、こうやってね、もう10年ぐらい経って、もうまだ30センチぐらいですかね、最大の大きさ30センチ弱なんで、ほんと体長30センチいくかいかないかぐらい。もう成長はね、止まってますかね。で、太さもね、あんまり太くならないし、もう十分ね、これ60センチレギュラーでも全然飼える大きさなんですけど、まあ30センチぐらいいってるんで、まあ価格系って言われてね、言われているエンドリケリーとかね、まあその辺のね、ポリプテルスビチャーとか、コンギグスっていうね、一番大きくなるやつが今うちにいるんですけど、そういうのに比べるとだいぶちっちゃいんですけど、まあでも共食いとかも全然しないで、もう子さんでね、だいぶおじいちゃんかおばあちゃんかわかんないですけど、もうだいぶ年取ってるんですけど、こうやってね、低層用の餌あげるとこうやって食べるんですよ。で、結構ね、もうやっぱり年なんで、その上層のね、浮上性の餌とかあげても、うちのポリプテルスたちって結構元気なので、上まで上がってって、浮上してる、水面に浮いてる餌も食べるんですけど、この子はね、なかなか上に上がってこないんですよ、やっぱり年なんで。だからこう、沈下性って言ってね、下に沈む餌の時しかこうやって食べないので、でも結構、まあ年の割には結構食べてね、しっかり泳いでくれてるんで、まだまだ生きるんじゃないかなと思いますね。もう10年、約10年生きてるんでね、
この子が多分サイコさんかな。前に紹介したワイルドスカのナナメっていうのがいるんですけど、その子とねちょうど一緒ぐらいなんですよ。ちょっとねどっちが先だったかさすがに覚えてないんですけど、かなり、まあ、古い位置に争うね、あのこのうちのアクアリウムの中で古株ということで、で結構可愛いですしね、顔もね、性格も温和だし、まあいい魚ですね。ということで今回はポリプテルスザイールグリーンの紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ザイールグリーン本当にいい魚なんで一回飼ってみてください。